日本代表メンバー発表、海外の日本ファンから驚きの声。森保一監督は、第2次体制の初陣に W 杯組16人、復帰組6人、初招集4人を選出した。ワールドカップ組からは川島、権田、吉田、長友、酒井、谷口、山根、柴崎、南野、相馬が外れた。初招集は2001年生まれバングーナガンで、半田がパリ五輪世代。 角田も99年生まれ、中村も0年生まれで、若手からの抜擢が目立った。一体何なんだこのメンバーは田中と浅野の招集はあり得ない。森安、一体何を考えているんだ瀬古がどうやるか楽しみだ。中村圭とは日本代表にふさわしい。キーパーに中村康介がいない。旗手と古橋がいない。 旗手と京後は絶好調なのに。旗手は入るべきだ。24日、ウルグアイ戦。28日、コロンビア代表戦。がんばれ、日本。